こんにちは。今こちらのオリンパスさんのマーガレットの付近指してるところなんですけれども、これを指しながらね、おしゃべり動画を今日も撮っていこうと思います。もうね、今これテイク3なんですが、もうなんかね、ダメダメなんですよ。ちょっと調子悪い。1回目撮り始めた時になんかね、5分ぐらいしてね、あ、ちょっと違うなと思って、もう一回気持ちを入れ直してテイク2を撮ってたんですけれども、でね、まあいい具合に喋れてたと思ったんだけれども、パッてカメラ見たら25分になってて、25分と思って、なんか話したいことの半分も話せてない段階で25分になってたので、ちょっとこのまま行くと50分になっちゃうぞと思って、もうダメだダメだと思って、もうやっぱもう撮り直そうと思って気を取り直してテイク3なんですけれども、ちょっとさっき25分も喋ったからね、ちょっと疲れたから一旦休憩して今テイク3撮ってるんだけど、だからなんかさ、でも一回話したこともう一回話すからさ、なんか同じことをもう一回言ったりとか、言わなきゃいけないことを言い忘れるかもしれないけれども、まあ頑張ってみます。私ね、今日は話したいことは、この間さ、前回の動画で日だまり刺し子の、購入品紹介の時の終わりの方でね、ライブの告知をしてるんですけれども、だからね、水曜日にライブをしたんですよ、ライブ配信を。で、ね、ライブに来てくださっていた方はね、もうこれから私が何を話そうとしているのか分かっていただけると思うんですけれども、まあ、ちょっとハプニングがあったからね、そう、その話をしようと思ってるんだけれども、やんわりね、全部話すの恥ずかしいからやんわり話すんですけれども、もう本当お騒がせしました。ライブ来てくださった皆さん、本当にありがとうございました。なんか皆さんに支えられて、私はどうにか頑張っています。ありがとうございます。いつも助かります。ありがとうございます。それでね、これライブ来れなかった方はもしかしたら夜にアーカイブ見ようと思っててくださってたかもしれないからさ、でもあれアーカイブないなって思ってらっしゃるといけないなと思って、やっぱりこの話をしといた方がいいかなと思ったのでね、まあちょっとおしゃべり動画で、まあこんなライブだったよって、まあライブ自体はね、話もすごく皆さんがね、いろんな話をしてくださったので、チャットで話題をくださったりとかして、まあ、いろいろなお話ができて、まあ皆さん他の方にもね、共有できたらいいなって思った話とかもあったから、まあアーカイブに残せなかった分ここで話そうかなと思ってるんだけれどもね、そんなわけで、で今日はちょっとそのおしゃべり動画のテーマにねしていけたらなと思います。私はこんな感じでおしゃべり動画というのをね、まあ、差し越しつつ、お菓子食べつつ、お茶飲みつつ、ゆるっとやってるんですけれども、まあなんか本当にのんびりとおしゃべりしているだけにはなりますが、皆さんもね、お好きな差し子とか刺繍とか編み物とか、何かねお好きな手芸をしながらだったり、お菓子食べながらとか、家事しながらとかですね、何かながら作業というか、ラジオ感覚で作業 BGM みたいな感じでゆるっと聞いていただけたらなと思って、いつもこのおしゃべり動画撮ってますので、まあなんとなく耳を傾けてるぐらいの感じで大丈夫です。もう今日はね、ちょっと反省点なども話していくんですけれども、まあそんなところですね。ちょっとお菓子いつも紹介してるから、今日もお菓子紹介しとこうかな。今日はね、セブンイレブンのふんわりドーナツといって、12個ぐらい入ってる、たくさん入ってるタイプのドーナツですね。コスパがいいドーナツなので、私はよく買ってるんですけれども、あとこれはね、スティックタイプで6つぐらい入ってる、粉に溶かすだけのカフェオレですね。でね、お湯に溶かしてね、あったかいカフェオレだったはずなのにね、テイク1とテイク2と、なんならテイク2の25分間もこのままの状態でほったらかされてね、今もここにあるんだけども、だからもうほとんどぬるい、全然あったかくないカフェオレなんだけど、ちょっと喉乾いたから飲もうかね。はぁ、もうそんなわけで、もうライブ配信ね、ちょっとハプニングが起きてしまったんですよ。皆さん、ちょっと事細かに話すのは恥ずかしいから、ざっくり言うとね、なんかあまりの緊張のしすぎで、私がテンパって動画のスタートがもうなんかひっちゃかめっちゃかになったっていう話なんですけれども、なんかね、ライブ配信7回目だったんだけれども、
やっぱりね、ライブって緊張するんだね。それでさ、はあ、緊張するっていうなんかドキドキの高鳴りと、あと、まあ、初めて告知をしたっていうか、いつもね、あのライブする時ってなんか動画のコメント欄にちょっとこそっと載せてたの、いついつにライブしますみたいな感じで。だからなんか私の動画を見ていて、なおかつなんかわざわざコメント欄まで見てくださってる方しか気づかないっていうか、だからあんまり気づかないかなっていうぐらいにこそっと告知してたんだけれども、なんか今回はね、ちょっと初のチャレンジで、その動画の最後の方でお知らせですって言って、だから音声に言って声に出して案内するっていうのをしてみたんだけれども、そしたらさ、あの思いのほか、あの見に行きますって言ってくださったのも嬉しかったし、アーカイブで見ますっていう方もねいらっしゃって、でもなんか私アーカイブに残すほどそんなちゃんとしたライブしてないぞと思ったら、なんかちゃんとしなきゃっていうのがなんかバーってきちゃって、極度に緊張してしまったんですよね。あとね、なぜかね、あのスペイン語でコメントが来ててあのライブいつあるのって、日にちと時間を教えてっていうコメントも来ててね。だから、まあ、一応なんか Google 翻訳してさ、コメント一応お返事したんだけど、私日本語しか喋れないけど、まあ、差し子のあのいろいろ見せるねっていう話はしたけど、まあ、ただね、多分その時来てらっしゃらなかったかもしれない。そのほら、日本ではさ、日本時間の午後3時にライブしたけどさ、現地の時間だと夜中だったとかかもしれないしね、ちょっと調べてないけどね。そんなわけで、なんかこういつもいらっしゃる方とは違う方がいらっしゃるのかなって、いつもよりもたくさん来るかもしれないと思ったら、ライブ始まる前の午前中に極度の緊張が来て、でなんかその緊張したままライブ始まったんだけども、そしたらね、もうチャットがさ、みんなが温かすぎて、なんかそれが嬉しくて、なんかね、感情が爆発しちゃって、なんか涙が出るっていうハプニング。びっくりでしょ、なんでライブ配信で泣いてるんだろうって、あ、もう後で思うとちょっとびっくりなんだけれども、いや多分ね、あのライブ配信に来てた方が一番びっくりしたよね。すいません、本当お騒がせしちゃって。でも大丈夫です、私はもう元気です。元気っていうか、私なんかね、あの涙もろいんですよね。あのね、映画とかを見てもね、基本絶対泣くんですよ。泣ける映画で泣かないことはないぐらいすっごく泣くし、私なんならね、その映画でさ、1時間2時間映画見て泣くとかじゃなくて、あの映画のね、予告編を見ただけで泣いちゃうタイプなんですよ。それぐらいちょっとね、涙腺がバグってるのかな。なんかそう、それでちょっとね、すぐ泣いちゃうっていうところがあって、なんか泣いちゃったので、もうこれはアーカイブ残すの嫌だなみたいな、なんかもうアーカイブ残したくないみたいになっちゃってて、どうしようどうしようとか言ってたんですけど、ライブ配信で。まあでもとはいえね、途中からもう気持ちも落ち着いてきて、なんかリラックスできて、みんながね、頑張れとかね、あの深呼吸とか言ってくださって、それでなんかようやく気持ちは落ち着いてきたんだけれども、だから後半からはね、すごくいいライブになったかなっていうか、皆さんのおかげでいろんな話ができたので、なんかせっかくだから残したいなっていうのもあったので、いろいろ調べたら、そのライブが終わった後に、その配信したライブ配信をカットすることができますっていうことが判明して、でもやったことなかったから、いろいろやり方を調べて、それ試しにやってみたんですよ。だからライブ始まってさ、私がなんかもうテンパっちゃってグズグズしてた、もうしょうもない部分はカットしようと思って、なんかカットしたのね。で、そして保存っていうボタン、編集完了みたいなボタンを押したら、ぐる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 なって、その今アップロード中ですみたいなのが出るので、このぐるぐるに時間がかかりますとはネットでね、検索した時に出てきたんですけど、異常にそのぐるぐるに時間がかかって、で気づけば夕方になって、でぐるぐるが終わったから確認したら、そのなんか切ってほしいところじゃないところが切れてたの、多いと思って。でもね、そのアップロードして編集したら元の動画には戻せないらしいんですよ、多分ね。どうやら私が調べる限り、もうとにかくめちゃくちゃ調べた、もうね疲れた。やっぱあんまりもともとそういうの得意じゃないので、パソコンとかそういう機械がね。だからもう難しい言葉が並ぶさ、そういうネットの、まあ本当いろんな方がね、今最近ほらブログとかでさ、いろいろ紹介してくださってるから、そういうのからたくさん調べてやったんだけど、
で多分それでね元に戻せないっていうのが分かったから、もう仕方ないからね元に戻せないにしても、とにかくまだ最初の方でグズグズしてるのが残ってたんで、それをもう一回編集したりとかやって、それをね 2,3 回ちょっと繰り返したんだよね、うまくいかなくって。しかもなんかさ、最後の終わりの挨拶がなぜか切れてて、なんか変なところでブチって終わるみたいになっちゃってて、もうでももう仕方ないからさ、それを何回かや繰り返してるうちに、なんか結局夜10時ぐらいになっちゃっての時点でまだぐるぐるしてたの、最後の編集で。でうわー、これでもし完了しても10時に動画アップしてもなーと思って、あんまり遅い時間にさアップされてもみんな困るじゃん、だからどうしようと思って、まあでもちょっと11時まで待ってみるかと思って、もう一回いろいろ調べつつ見たら、まだ11時もぐるぐるしてて、でもう諦めようと思ったんですよね。11時に動画更新したところで逆に迷惑かかっちゃうからやめようと思って、それでもう次の日の朝にしようと思って、で木曜日にね起きてみたら完了してたの、ぐるぐるは終わってて、あ完了してると思って見たんだけれども、そしたら今度はね多分その何回も編集を重ねてぐる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 っていうのが何回も続いたから、なんかもう元動画がクラッシュしちゃって、だからもう要はダメにしちゃったのね。完了した動画見たらね、まあ、最初のそのグズグズしてたところ切れて、あの持ちこたえたところから動画が始まったんだけれども、そこから5分したぐらいでずっと静止画だもん。なんか私ねイーラー諸種の話をしてたんだけど、なんかこのイーラー諸種をなんか見せつつ固まってるみたいな感じの動画が5分からあの45分ぐらいずっとそれが続いてて、あもうダメだと思って、まあ、諦めちゃったんだけど、だからね、せっかくのライブ配信だったのにさ、なくなっちゃったんだよね、はあ、もうちょっとね、ショック思い出して、うん、でももう、あの覆水盆に帰らずじゃないけどさ、もうなくなったものは仕方ないから、もう気を取り直してね、あの行くしかないんだけれども、まあまあ、でもとはいえね、そういうショックなことではあったけれども、まあ、今回の教訓としてはさ、そのまあアーカイブちょっと嫌だなと思った部分は後からカットできるっていうのも分かったし、カットするときは何回も編集かけたらダメっていうのもなんとなく分かって、まあ、いろいろとね改善点もあったし、まあ、こういうことがなければさ、そのあんなに調べたりすることもなかったから、まあ、これはこれで良かったのかなとは思ってるんだけれども、まあでもね、せっかくチャットもね皆さんが盛り上げてくれていろんな話をねしてくださったから、なんかちょっとショックではあるけれども、まあ、その中でもこういう話をしたよっていうのをちょっと今日ね軽くお話できたらなと思います。まあ、もしよかったらライブ配信来てくださってた方は、そうだったねこんな話もしてたねとか、まあ、もしなんか私が言い足りてない部分あったら後でコメントでこういう話もあったよって補足していただければ、なんかフォローしていただければと思うんですけれども、まあそんなところでちょっと今日はこういう話をしたよとかいうのを話していけたらなと思ってます。そうライブ配信もね、なんかやっぱねライブ配信中はなんかアドレナリンが出るっていうのかな、なんかね緊張状態がコマックスに来て、しかもこう自分で話もなんか話を途切れないようにしなきゃっていう思いもあるからか、ずっと喋ってるのもあるし、あとどんな話を次にしようかなって頭で考えながら喋ってるっていうのもあったり、あとチャットの文字を読んだりとかでもうね頭がパンパンになるんですよね、その時間だから、もうちょっと1時間が限界かなっていうところではあるんですけれども、なんかそんな中でも なんていうのかな、そうコメント欄チャットがねなかなか文字が追いきれなくって、こう私ちょっと速読の練習しようかなと思ってるぐらいなんだけど、なんか文字をパッと読んでその意味をパッと捉えるみたいな練習をねちょっとしていきたいと思うんだけど、まあでもね皆さんがすごくねチャットでこう盛り上げてくださっててね、 ありがたかったなと思って、なんかどんどんいろんな話題が出てきたりとか、あとねなんかこう皆さん同士でこう会話してくださってるっていうのかな、なんかこんにちはって一人が入ってきたりした時に、他の方がねお友達なのかちょっと分かんないんだけど、あ何々さんこんにちはって言ってくださってて、あなんかそのみんなでこうウェルカムしてる感じが良かったと思って、でそうそう、ここで友達もともと友達なのかな、ちょっと詳しく分かんないんだけどね、
で、まあでもなんかこの友達の輪が広がるみたいな感じが私はその時感じてすごく嬉しかったんですよね。なんか私ね、友達の友達と友達になるのがすごく好きで、なんか、まあ、例えば学生の友達とご飯食べてたらさ、そのまあ、A ちゃんがいるとしてね、 A ちゃんがなんかちょっと職場の同僚がさ近くにいるから呼んでもいいって言って B ちゃんを連れてくるみたいなのってあの全然気にならないタイプなんですよね私。なんならさ3人でご飯食べててその共通の友達の A ちゃんがトイレに行って私と B ちゃんだけ取り残されても全然平気なタイプなんですよね。なんかね人見知りしないのもあるし、私多分人と話すのがね好きだから、なんかその友達の輪が広がるみたいなのすごく好きで、まあ、あと多分それでワークショップ参加するのも好きなんじゃないかなと思うんですけど、今までたくさんワークショップ受けてきたのも多分そういう出会いが好きだからかなと思うんですよね。まあでもそこで友達になるっていうよりは本当にその場を楽しむっていう感じですね。別にそんなわざわざ連絡先交換したりとかはしないんで、なんか一期一会っていうかな、その場にいらっしゃる方たちとおしゃべりを楽しむっていう感じなんですけど、私ねタクシーに乗ったらねタクシーの運転手さんともねめっちゃベラベラ喋っちゃうタイプなんですけれども、そんな感じでね、なんか人とのつながりがどんどんできていくっていうか、なんかお友達の輪が広がる感じがしてね、すごく嬉しいなと思って、なんかだから嬉しかったです。なんかね、そんな感じできっかけになったらいいなと思うんだけど、まあ多分さ、この動画を見てくださってる時点で皆さん手芸が好きな方じゃないですか。多分もうライブ配信来てくださる方、皆さん手芸を好きな方だと思うから、まあ、その時点でね、なんか手芸の話題で盛り上がれるからいいなって、共通の趣味がね、あるとやっぱりこう、いいですよね。友達になりやすいですよね。なんかね、そういうのが嬉しいなと思って、あとねチャットもこう皆さんがいろいろ話をね話題を振ってくださるから、あとこうこれってこうだっけみたいなこと聞いたら皆さんがこういうのもありますよとかああいうのもありますよって言ってね、やっぱり手芸に詳しい方がねたくさんいらっしゃるからね、いっぱいなんかいろんなこと教えてもらえて、でまあそのなかなか全部チャット読みきれなかったんだけど、その中でもねいくつか気になったものあって、で一つね、あの小学校6年生のおいこくんとね一緒に刺し子をしてるおいこくんがいて、小学校6年生ので一緒にライブ見てますって、そう後からよくなんか考えたらね、ライブそのおいこくんも見てるって私さ小学校6年生の男の子の前で泣いてたんだと思ったら超恥ずかしくなったんだけどさ、なんかどう思われてたんだろうと思って、なんか大人なのに泣いてるって思ってなかったかなと思ってめっちゃ恥ずいよね。まあ大人だってそんな時もあるよね、緊張して泣いちゃうとかあるよねってまあそれでね、なんかそのほらめいっ子ちゃんじゃなくておいっ子くんなんですかっていう話になって、でも最近やっぱり男性のそういう手芸家さんも増えてきたよねっていう話にはなったんですよね。で皆さんもねやっぱりこういう人いますよ、ああいう人もいますよっていろいろ名前出してくださったんですけれども、ほら最近さ金メダリストのあの水泳の金メダリストのトム・デイリー選手が編み物してるっていうのでね、すごくニュースとかでも話題になって、だからちょっとね編み物業界が湧いてる感じはねありましたけれども、あと編み物で結構男性多いかなって私は思ってて、有名なんかね、私そうライブ配信の時にさ、神戸明宏さんね、後で名前調べたら神戸明宏さんだったんだけど、私兵庫県の神戸って書いて神戸さんなんだけど、その神戸さんの神戸っていう字が印象に残りすぎて、神戸の人って言ってたんだけどそう神戸に住んでらっしゃる人みたいに言っちゃったんだけど間違えてた。神戸明宏さん、ガーリー編み物って編み物のね教えてらっしゃる神戸明宏さんと、あとはアイパー滝沢さんっていうお笑い芸人さんもね、多分あの方もね昔素敵にハンドメイドに出た気がするとか、私はねもう編み物と言ったら広瀬光晴先生だと思ってるんですけれども、私祖母がね昔もうずっとおしゃれ工房の時代から毎月定期購読してたんで、私もちっちゃい頃からねずっと毎月おしゃれ工房を読んでたんですよ子供の時。だからもうほんとちっちゃい頃から広瀬光晴先生は見てるんで、すごくね尊敬というか憧れというか、私編み物はそんなに上手じゃないから、広瀬先生みたいには編めないんだけれども、でもいつもね素敵なお召し物をね着てらっしゃって、で
震災のね、東北の復興支援などでも活躍されてらっしゃったから、もうすごくね素敵な方だなと思って尊敬してるんだけど、編み物系もね結構多いなと思うし、そうそう、あとライブの時に話した田川圭司さん、他にもねライブ中にチャットで私も好きですっておっしゃってた方いらっしゃったんだけど、田川圭司さんはねビーズのオートクチュールビーズをしてらっしゃる方なんですけれども、私ね田川圭司さんもなんか若い頃に本とか見てて、私中高生の時にねちょっと舞台衣装の仕事とかしたいなと思ってた時期もあったので、ああいうオートクチュールの世界にはもうすごく憧れがあるんですけれども、それで、ね、最近ねそれこそ黒柳徹子さんが YouTube 始めた時に YouTube 始めますっていう始めた時もね動画見たんですけれども、その時に徹子さんがね私のお友達を紹介しますって言って出てきた方が田川圭司さんって書いてあって、あれこの田川圭司さんってビーズの田川圭司さんじゃないっけと思って見てたらやっぱりそうだった。でね、徹子さん の, その衣装とかを手掛けてらっしゃるみたいで、なんか素敵と思って、またねよかったらトットちゃん の, 黒柳徹子さんのね YouTube も素敵だから、舞台衣装とかなんていうの、そういうオートクチュールの世界とか衣装のこととかお好きな方はね見ていただくと、トットちゃんが、徹子さんが毎回素敵なお召し物を着てらっしゃるので感動すると思います。すごくね素敵なのとか、なんだろう、最近っていうか、まあ話題だと、まあ陽介さんとかかな、キャシー中島さんのね息子さんの陽介さんも素敵にハンドメイドで活躍してらっしゃるし、まあ、陽介さん刺繍でね、キャシー中島さんハワイアンキルトだけど、まあ、陽介さんのね刺繍も素敵だなと思うし、色使いとかね、あと刺繍で言うとクロスステッチの大津誠さんかなと思うけれども、大津誠さんほら今なんか無印のジュートバッグのさあれでバズってるじゃないですかそうだからねすごい話題になってるなとかも思うし、そんな感じでこう男性手芸家っていうのかな、そういう方もね今どんどん増えてらっしゃるよなと思ったんですよね。あとねそれでその話をした時にライブ中にねチャットで教えてもらったのが、お相撲さんで手芸をしてらっしゃる方もいますよっていうので、式秀親方っていう方がねビーズをしてるよって教えてくれて、それも後でちゃんとネットで調べたんだけれども、すごくね繊細なビーズアクセサリーみたいなのもしてらっしゃったかな、式秀親方と、あともう一人ね玉鷲関も刺繍しますよって教えてくださって、で玉鷲関もね刺繍とねなんか縫い物も得意みたいで、なんかフェルトのマスコットとか、あとクッキー作ったりとかもねするみたい、そういう風にね紹介されてて、あと高橋一生さんの話もね、そうそう、私もさおしゃべり動画でさなんか刺し子が好きな俳優さんの話みたいなおしゃべり動画で話したことあるけど、それもねチャットでね高橋一生さんもだよねって言ってくださった方もいて、やっぱ皆さんこう注目してるんだなと思ったんですけど、そんな感じでねなんか昔は手芸と言ったら女性がするものみたいな感じがあったけれども、もう最近はやっぱり男性も手芸をねなんていうのかな極めていらっしゃる方も多いなと思って、なんかねすごく素敵だなと思いました。だからねライブに参加してくれてたね6年生のおいこくんもなんかまだまだこれからかなと思うからね、いっぱいたくさん差し越していったりとかね、手芸もほらいろんなジャンルがあるからね、興味があることにいろいろチャレンジしてもらったらね将来めっちゃね活躍するアーティストとかにねなってらっしゃるかもしれないしね、なんかそういう夢があって素敵だなっていう風に思いました。ライブ配信中の時にねちょこっと話したんですけど、なんかねここ最近たまたまね連続で2人かな、私の YouTube にねイーラン書種に関するコメントしてくださった方がたまたまね立て続けに2人いらっしゃったんで、でどっちともねその今フェビシモさんでイーラン書種のセールやってるんですよ、その話をしてくださコメント書いてくださってたから、あなんか紹介しようかなと思って、でイーラン書種ってこういう私もおしゃべり動画とかで喋ってるのかなとかインスタでチラッとお見せしたりとか、あごめんなさい今日電気つけてるからちょっとこん青色の全然見えないね、これ赤だったら見えるかな、白かな、
こういうちょっとねこうボタンホールステッチを左側と右側にするみたいなちょっと特殊なステッチなんですけれども、このイーラー書店の谷崎聖子さんが監修してらっしゃるフェリシモさん、クチュリエさんでねセールしてるのね、イーラー書店のキットが。で、私クチュリエさんすごく気になるけどさ、月に1回届くっていうのがどうもプレッシャーでちょっとまだ結局なんだかんだで注文したことはないんだけれども、でもねサイト見るのは好きだからしょっちゅう見てるのね。で、そしたらねこの今回のそのクチュリエさんのイーラー書集のはセールになってて、ジャストワンっていうシリーズなんですよ。だから1回ポッキリで終わるっていうタイプなんですけれども、なんかいくつか種類があって、その中で自分が作りたいものを1個だけ選べるっていうものでした。まあ、ただね1個だけ頼むと送料がかかるのでちょっとその辺は難しいところではあるんですけれども、なんかイーラー書集気になるなっていう方いらっしゃったらちょっとクチュリエさん覗いてみるといいかもしれないです。ちょっとねセールになってるのでいいかなと思います。なんかねそんな感じでこう刺し子だけじゃなくてちょっとイーラー書集も始めてみようかなっていう方もね、それでお二人いらっしゃったからね、なんかあいおなんか嬉しいっていうか、なんていうのかな、私手芸結構ね全般好きなんですよね。だからね何でもチャレンジしてみたくなるんですよね。まあ、今は刺し子にハマってるけれども、まあ、刺繍も好きだし編み物も好きだし、まあ、ちょっとね今タティングレースも興味あるしハーダンガン刺繍も興味あるしみたいなんでいろんなことに興味があるんだけれども、まあでもさなんか何でもチャレンジしてみたらいいんじゃないかなって私は思ってるのね。この話もよくするんだけどさ、私前にさ葛飾北斎をこの神奈川沖並浦かなこれを指してたんですけれども、葛飾北斎ってこれが多分有名だと思うんですけど、一番ね富嶽三十六景シリーズあるじゃないですか。北斎はね70歳を超えてからこの富嶽三十六景シリーズに取り掛かってるんですよ。だからもう晩年の作品なんですよね。なんかそう考えたらさもう人生100年時代なんだし、なんかいつから始めても遅くないんだよなと思って、私これもね別のおしゃべり動画で話したことあるんだけれども、90歳のおばあちゃんの話なんだけどね、まあとあるね90歳のおばあちゃんが人生で後悔してることがあるっていう言うのよ。そしたら何かって言ったらね、なんかおばあちゃんが60歳になった時にね、なんかバイオリンを始めたいなと思ったんだって。でもほらバイオリンってさ3歳から習う子だっているわけじゃないですか。でそういうこと考えたら60歳からバイオリン始めたら遅いかなと思って、結局バイオリンしなかったんだって、その90歳のおばあちゃんはね。でも後悔してるって、60歳の時にねもしバイオリンを私は始めていたら、この90歳になるまで60歳から90歳の30年間私は30年間バイオリンの練習ができたのにねって言ったんだって。なんかそれを考えたらさ、新しいこと始めるのに遅いとかないんだよねと思って、って思ったらさ、なんか興味あるんだったらやってみたらいいじゃんって私思ったのよね。だからなんか今私もいろんな手芸好きだからさ、なんかいろいろやりたいってやっぱ思うんだけれども、やってみたらいいじゃんみたいなでやってみてやっぱり違ったなって思えばやめてもいいわけだし、なんかさやっぱ最近風の時代とかよく言うじゃないですか風の時代だからさ、自分が好きなことやってみたらいいと思うし、なんかもう今は令和なんだしさ、もう時代が変わってるんだよと思って、今までの常識とはやっぱり違ってね、なんか、やりたいことをやってなんか人生を豊かにしていくというかね、自分の楽しみをね作っていけたらいいんじゃないかなって私は思ってるので、なんかね新しいチャレンジ、まあ皆さんがこう始める何かきっかけになれたらなとは思うんですけれども、あとねなんかセリアの刺し子付近の15種類紹介するっていう動画をアップしたじゃないですか。そしたらやっぱりいろいろとね参考にしてますっていう方も多かったんですけれども、セリアに行ったらねどの付近を買おうか迷って結局15種類全部買ってきましたっていう方もいらっしゃって、すごいよね、すごくラッキーだなと思って、なかなか15種類揃うことないんで、まあ、ラッキーですねっていう話をしたんですけど、まあ、その方がねコメントでどれから刺したらいいですかっていう風にも聞いてくださったんで、まあこれとこれが難易度が低いので、
これから始めて、でこれとこれはちょっと難しいから後にした方がいいんじゃないですかねみたいな話はしたんだけれども、まあ、なんかそんな感じでね、こう新しいチャレンジっていうかね、15枚チャレンジしていかれるのかな、もしかしたら。まあもうしんどかったら途中でね、あの投げ出してもいいと思うので、なんか好きな時だけ、気分が乗る時だけでもいいと思うし、なんかね、新たなチャレンジをね、皆さんがまた新しい一歩を踏み出すきっかけにまたね、なれたらいいかなと思ったので、またちょっとね、このライブでそういう話をしてたからね、このおしゃべり動画でも話してみました。私もね、ちょっとこういろいろまあこの間ちょろっとね、ダーニングチャレンジして、ダーニングの話したりもしたけれども、またいろんなワークショップにもこれからね、参加してみようとは思ってますので、またワークショップの話などもできたらいいかなと思います。まあちょっとまだこんなところですけれども、引き続きこれも進めていきたいと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。またね、来月もどこかでライブできたらいいなと思いますので、もうタイミングが合えば参加していただけると嬉しいです。またね、チャットで皆さんとおしゃべりできたらなと思います。まあ、であとアーカイブに関してなんですけれども、まあ、その時残せたら残すぐらいの感じでいこうと思ってますので、まあ、残らなくてもそんな大した話はしないと思うから、まあ、その時その時の気分によってちょっと残せるか残せなかったりするかもしれないんだけれども、その点はご了承いただけたらなというふうには思います。またね、どうぞよろしくお願いします。そんな感じでまたね、こういう いろいろ手芸に関する話もたくさんしていけたらなと思ってますので、もしチャンネル登録まだの方いらっしゃいましたら、ぜひねポチッと登録していただけると嬉しいです。あとこの動画を閉じる前にグッドボタンで応援していただけますと励みになります。グッドボタンで応援もまたどうぞよろしくお願いします。またご意見ご感想などもお気軽にコメントください。いつも楽しく読ませてもらってます。ありがとうございます。それでは最後までご覧いただきどうもありがとうございました。